皆さんこんにちは。今日も皆さんと共に聖書の言葉を学ぶことができますことを心から感謝をいたします。私たちは神様を信じるときに、神様が私たちのうちに働いてくださり、神様が生きておられるということを証しすることができるようにされています。私たち人間の力には限界がありますけれども、神様の力には限界がありません。この神様が私たちのうちに働いてくださるときに、私たちの能力を超えたところの圧倒的な力が私たちの上に下り、神様が生きておられるということを言葉を通し、表情を通し、さまざまな方法を通して証しすることができます。そしてその証しをするために必要なこと、不可欠なことがあります。それはしっかりと神様とつながる。神様とつながるために一番必要なことは祈りであります。私たちは毎日個人的に聖書を読み祈りたいと思います。またそれと同時に、神を信じる者が一緒に心を合わせて祈りたいと思います。心を合わせて祈るときに、神様の不思議な技が行われます。使徒言行録の1章2章を見ますときに、120名の者が祈りを捧げたときに、神の圧倒的な力である聖霊が下った。聖霊が下るときに私たちは変えられて、神様が生きておられるということを恐れることなく伝えることができます。今日は心を合わせて祈るということについて一緒に学んでいきたいと思います。心を合わせて祈る、そのことについては使徒言行録一章の中にしっかりと述べられております。では心を合わせて祈るために必要なことは何でしょうか。3つのことがあります。第一に、神様の約束を信じて熱心に祈る。弟子たち、そこにいた人たちはイエス様が十字架にかけられた時に逃げた人たちでありました。人間的に言うならば裏切り者でありました。でもそんな弟子たちのところにイエス様は現れてくださり、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えようという素晴らしい約束を与えられました。またそれと同時に、その弟子たち、弱々しい弟子たちに聖霊の約束をしてくださった。聖霊、すなわち神様の圧倒的な力がその一人一人に下るという約束をイエス様はされました。使徒言行録の1章の4節5節のところを見ていきますときに、イエス様はエルサレムから離れないでしっかりと祈りなさいと言われた、待ち望みなさいと言われた。彼らは一生懸命待ち望んで祈りました。イエス様は何月何日に聖霊が下るとは言われませんでしたが、彼らは神様が必ず聖霊を私たちのうちに下してくださるということを信じて祈りました。心を合わせて祈るということは、神様の約束の言葉を信じてみんなが熱心に祈るということであります。これが第一のポイントであります。第二のポイントは、自分の弱さを受け止めてみんなで熱心に祈る。裏切り者であった弟子たち、イエス様が十字架にかかられる前、あなた方は私を知らないと言うと言われた時に、そんなことは決してありませんとみんなは言いました。そして彼ら弟子たちみんながイエス様が十字架にかけられた時に逃げてしまったわけであります。彼らの心の中には、ああなんという失敗をしたんだ、私はなんという弱い人間だ、そんな弱い人間のところに
イエス様が来てくださってあなた方に聖霊を与えると言われた。彼らは自分の弱さを認めていました。そしてその自分の弱さを認めて、ただただいつ下るかわからない、しかし神様の約束であるからということを信じて彼らは祈りました。自分の弱さを受け止めて、しかしこの弱さの中に神様が力を与えてくださるということを信じて、みんなが熱心に祈ったわけであります。いつ約束が果たされるかわからないものを待つということは非常に大変なことであります。何月何日にこの約束が叶えられるということを信じて、またそこにその日が来ることを待ち望むことは私たちにとってはある面では容易なことでありますが、いつ下るかわからない、しかし神様の約束だからと信じて待ち望むということには戦いがあります。弟子たちをはじめそこにいた人たちは自分の弱さを受け止めて、ただただ聖霊が下ることを待ち望みました。みんなが心を合わせて祈るということは、私たちが自分の弱さを受け止め、また相手の弱さを受け止めて、そして神様の前に熱心に祈るということであります。そして第3番目に、みんなで心を合わせて祈るということは、すべての枠を取り払ってみんなが祈る。ここに120名の人たちが祈りを捧げました。そこには婦人たち、いろんな人たちがいました。聖書を見てみますと、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈った。その頃ペテロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々は一つになっていた。性別、年齢、あらゆるものの枠を超えて、彼らは神様を信じているっていうことの、ただこの一つの共通点で一生懸命になって心を合わせて祈った。今の時代にも神様は私たちの上に聖霊を与えてくださる。聖霊が下るときに神様の印と不思議が行われる。世界中で今印と不思議は行われております。そして私たちはこの愛する日本に神様の印と不思議が行われるようにしっかりと祈りたいと思います。すべての枠を超え、すべての壁を超えて私たちが心を合わせて祈るならば、私たちが考えもしないような神様の不思議な御業が行われます。また神様はこの時代に神様の不思議を行おうとしていてくださいますから、そのことを信じて心を合わせて祈りたいと思います。祈りの中に神様は働いてくださいます。私たちは心を合わせて祈りたいと思います。神様の約束を信じたいと思います。そして自分の無力さを受け入れたいと思います。また私たちの周りの人たちの弱さも受け入れたいと思います。そして私たちは全ての壁を取り払って、ただただ神様を信じているというその共通点に立って、この日本の世界のリバイアルのために祈りを捧げていきたいと思います。皆さんお一人お一人の上に神様の豊かな恵みがあります。またいろんな問題と戦っておられるお一人お一人の上に、今神の霊が下り、その問題に解決がなされますように心よりお祈りいたします。アーメン。